を聞いてダーッと走ってきた。よくやもテレビの時代へ仕方があります。くそもの時頃ピュッと投げると見事悪いやつに命中する、そんなシーンよくありますが、でもね、実際のところこれ投げてもうまく当たるわけがない。じゃあこういう場合は一体どうしてるか。東、はい、投げるふりをする。はい、行ってみよう。よい、はい、乗れ、チェーン、消えたわけではありません。持ち帰っただけ。お答えでしょうか。今ね、右手から左手に隠して投げるふりをしてるんです。そうすると持ってるように自分で刺してるだけ。まあね、非常に簡単なトリックなんですけれども、でもこれタイミングがバッチリ合えば本当に投げて刺さったように見える。というわけでこれ一回やってみましょう。はい、タイミング練習、主役が投げて悪役に刺さる。いってみよう。よい、はい、これせーうわーさうわー、親父、親父、頭には刺さりません。これ頭すぐめちゃくちゃかっこ悪い。こういう場合、肩とか腕、これやられる方がかっこよくないと主役立たないから。すいません、もう一回でこう、うん、もっとパパッといきます。うっす、投げて肩に刺さる。いってみよう。よい、はい、これそうです、投げ方にスッとした。あー、投げ方にスッとしない。主役もリアクションしない。主役とーそうです、主役さんスッとやばい、主役ピンチ。これ2発切り込むのを後ろに下がってかす。スッと危ない、危ない、そうです。そうして構えます。これちょっとね、移動しましょう。時計回りに G、 G と回ります。時計回りに G、 G と、そうそうそう、緊張感を高めて、意味が違う。じーっと回っていく、生きるか死ぬか、そう、緊張感を高めて、だから親父は回らない。親父は回らないよ、もう結構です。さあ次ね、山形にもよける、はい、山の形に斜めに切るので、山形と呼んでます。そしたら上でカキンカキン、キュンキュンでガーッと詰め寄って、はい、もう生きるか死ぬか、ちょっと激しく揉めます。そう、力と目当てぐるぐる回って、傘の前に投げました。さあ次に悪者を切られます。振り返ったところを上から下に叩ける。トーッ、いや、まだ死なない、まだ死なない。この最後のミスはもう一発あります。この目当たるとめちゃめちゃ痛い。ですからそういったことがないように、この目をゆっくりと微妙な間合いなどを確認しながら手順を覚えていきます。これはですね、この後の本番ではあっという間に終わりますので、皆様お見逃しのないように。さあもう必死です。生きるか死ぬか、そして鍛える。トーッ、おーすげー、トーッ、苦しい苦しい、止める。そうです、相手が倒れました。よーい、スタート。誰もおらんようだな。今のうちだぜ。おい、どうした、何事だ。おい、どうした、おい、まさか、くそ、最後の方は嘘ばっかりでしたが、皆様いかがでしたでしょうか。以上でこのショーは終了です。本日は